ほっといてください。ぐでたまファンの皆さん、こんにちは、うん、いつも高評価やコメントありがとうございます、うん、チャンネルの総視聴回数が早くも100万回を突破しました。100万回も物好きが見たの。暇だね。こらこら、ぐでたま、ちゃんとお礼を言ってよ。あざまる水さん、今回は新コーナー、ぐでたまの読み聞かせをやります。読み聞かせ。読み聞かせとは絵本を子供に読んであげることだよ。もうこんな滑舌の卵が読んでも内容入ってこないっしょ。確かに。でもぐでたまが上手に読めるかは少し不安だけど、まあ最近では大人向けにも小説を読んだりすることもあるんだよ。自分で読むのだるいん？活字離れ。耳から聞くことでまた違った魅力とか想像力につながるんだよ。はい、じゃあ今回はみんなが知ってるお話、桃太郎をやります。今さら読んだって意味あんのかよ。ああ桃太郎、昔々めでたしめでたし終わり。おいおい、ちゃんとやってよ。お約束ぶち込んだわ。もう、もう一回やって、定年退職したおじいさんは山へしばかりに、伐採による森林破壊、おばあさんは川へ洗濯に行き環境汚染しました。ちょっと設定が現代社会すぎるよ。おばあさんは川で洗濯をしていると、どんぶらこどんぶらこと卵が流れてきました。おや、これは良いお土産になるんじゃね。手土産って。いや、これはもう卵じゃなくて桃でしょ、本当は。まあ桃でも変だけど、卵が川流れてくるってシチュエーションがおかしいよ。まあ今更だけど、おばあさんは卵をホースの力で拾い上げて家に持ち帰りました。ジェダイかよ。そしておじいさんとおばあさんが卵を食べようと卵を割ってみると、なんと中から元気のないぐでたまが出てきましたとさ。やる気ない。これはきっと神様がくださったに違いない。子供のいなかったおじいさんとおばあさんは大喜びで、あゆみ川って感じです。いや、子供じゃなくてもまあ喜ぶっていうか、ポジティブっていうか、まあなんでおじいさんとおばあさんの言葉遣いチャラいの？卵から生まれたぐでたまを、おじいさん、おばあさんはぐで太郎と名付け、ぐで太郎はぐれぐれ育って、やがてぐで太郎になりました。いや、ぐで太郎がぐで太郎になられてもね。そしてある日、ぐで太郎が言いました。はい、面倒だけど鬼ヶ島へ行って悪い鬼退治してみるわ。おばあさんに全力きびだんごを作ってもらうと、きびだんごと混ざらないように気をつけながら鬼ヶ島へ出かけました。ぐで太郎も食材だからね、知らない人からしたらもうきびだんごとどっち食べるようなのか分かんなくなるよね。まあでも頑張って。チャンネル登録をしてね。そんな物好き